皆さんこんにちは。ネクストパンディの MC の中村優子です。そしてベンチャー探求家のトシです。今回ご紹介するのは株式会社イザナギゲームズです。トシさんキーワードをお願いします。皆さんも知っているかもしれません。あの名作を生んでいるとてつもないスタートアップの登場です。名作、はい。はい。中村さんですね。最近ですね。まあいろいろゲームあるんですけど、例えばスイッチとかってはい子供、うんはい、ですよね。もちろん。まあ 結構ヒット作っていうのはいろんな会社から出てるんですけれども、はい、はもちろんゲームっていうのは、そのゲームのまあ筐体があって、ですねその中にいろんなソフトがあ,あるんですけど、その中に開発会社っていうのもあったりしますよね。はい、で、その開発会社ってまあいろいろあるんですけど、その中でちょっとです、ね、変わったまあ開発会社という側面を持っている、このイザナイゲームズさんなんですね。ど<ー>、はい、どんんななな会社なのかってことなんですけども 今、ですね、まあ、結論、この会社の業績というか、そこの部分からお話しようかなと思ってるんですけども、見てください、まずマーケットですね、はい、大きいんですけれども、前期売上高約5.2億円で黒字化達成ということで、すね、うん、今あ、こういったエンタメの事業でですね、まあ、今、上場を目指しているということで、今、前期約7.7倍,倍の見込みということですね、急成長なんですが、さら、うん、にですね、 さまざ、あ、まな世界中の会社からもです、ね、出資を受けているということですね。実は今回、ファンディーノ以外でも,です、ね、もうこれまで投資をされている会社さんがたくさんあるということですね。ただし、その一方で、世界的に見るとまだまだコンテンツ市場というのはまだまだ伸びしろがあるということが分かると思います。うん、現在、中国23%という成長率に対して日本2.3%ですから、まだまだ成長余地があると言えると思います、まあ。ここには優秀な人材だったりとか、開発予算だったりとかですね、さ、うん、まざまなリソースを割かなきゃいけないんですけれども、 その一方でですね、日本の中ではコンテンツのこの力っていうのは相当今良くてですね、はい、こちらご覧ください。先ほどゲームの話をしましたが、ご覧ください。まあ、どっかで見たことあるなっていうですね、ゲームも含めて、かなりですね、このスイッチ版でダウンロード1位のゲームだったりとか、それから漫画商品コラボに発展しているゲームだったりとかですね、うん、まあヒットゲームをたくさん作ってるんですね。はい、相対的に世界の中ではポジションがまだ成長率が最近弱いと言われている中でも、うんうん、非常にですね、ひ作をうまく生み出している会社と言えるんですが、 はい、ここまでゲームの話だけしてしまいましたが、実は最大の強み、うん、それはですねゲーム、Webtoon、ライブエンタメ、この3つをですね事業として行っていることなんですね。Webtoon、こちらですね、はい、簡単に言うとネット上で、えーま、読める漫画ですね、漫画プラットフォームありますね、LINE、うん、漫画とか、はいろ、はいろありますが、そこでですね、ランキング1位を獲得した人気クリエイターがシナリオを手掛けるオリジナル作品、うん、こちらがですね、 総合ランキング、最高5位になり510万ページビューというです、ね、とてつもない数値でですね読まれています。このように漫画の方もですね強くて、さらには受注案件もされています。そしてもう一つ、ですねライブエンタメ事業。こちらはです、ね、ラップバトル、ね、ありますね。まあ、そういうですねライブをやったりとかして、あとはイベントですね。こちらもやって4000人以上動員したりです、ね、つまりエンタメ、漫画、そしてゲーム、この3つをですねやってるってことなんですけども、このメリット、中村なん何だかわかりますかうん相乗効果 うん、相乗効果どんな相乗効果のイメージされます <laughs> いやなんだろう1つ作ってその後その2つに展開するとこっちも、うん、伸びるというか一気に、ねうんうん、全体的にね掛け算で。 成長していいけけるみたいなイメージですけどそうですね、中村さん、今、テトリスの動きみたいな、ね、<laughs> もうなんか、動きでごまかす <laughs> みたいな動きされてましたけどね。はい、そうなんですね。ビジネスモデル、こちら、まさに中村さんおっしゃったようにですね、さまざ、あ、まなプラットフォームにですね、コンテンツをこういうふうにですね、販売してるんですけれども、はい、ライブエンタメだったら、工業動画配信プラットフォームですし、ゲームだったらですね、えー、プレイスの職法、PS4、スイッチ、ですね、プレイス、PS5、アンドロイドとかですね。 ウェブというのは LINE マーカーと DMM ブックスといった大手のところでプラットフォームをお出しするということでやってるんですが、うんうん、それぞれのですね、シナジー効果っていうところがですね、ありますよね。うんうん、例えば作をそれをゲーム化するとかっていうことも多分できるでしょうし、さらにですね、開発の部分にもです、ね、特徴がありまして、うんうん、今ですね、さまざまな生成 AI を使ったりとかしてですね、映像編集をしたりとか、かなりですね、その知見っていうものがですね、溜まってきてる。なので、日本の中でこれだけ成長してるっていうところには、こういったですね、中のですね、かなり あのテクノロジー的な部分の発達というのが大きい強みになっています。というわけで、まあ、今、これだけ説明しているとです、ね、はい、3つのポートフォリオ戦略によって、何かがヒットしなかったとしても、もう一つのゲームの方うが一つのメリット。ね、えるそうですね。うん、というかで、ポートフォリオを組めるというのもメリットで、まあ、そういったこともあって、今売上で、ね、売が上すがこれだけ伸びているという話なんですけども、最後ですね、今現在のステータスというところなんですけども、IPO の方にですに、ね、準備を進めて、3年後の上場を目標にされているということですね、2027年目もしています。はい で既ですで、ね、に、えー、ゲーム業界の IPO 事例というのはです、ね、まあ、このようにいくつかあるので、まあ、市場自体はです、ね、日本は相対的にまだ成長率弱いわしても、国内でやっぱり強いところは強いプレイヤーがちゃんとです、ね、結果を残しているというところが分かると思います。なので、こちらの表を見ていただくとです、ね、あなるほど、本当に IP を目指している感じで成長してるんだなという感じは分かると思いますので、こちらもぜひ参考にしていただければと思いますありがとうございましした、えー、株式会社イザナギゲームズ現在お申し込み受付中です。